こんにちは。スライムズテストフォーインテリジェンスというゲームです。The AI is 20XX and wait, this is a puzzle game. Chapter 1, Slime Choice, Slime Chance of Success。長さ2まで伸びる。わはあ、あーはあ、やばそうだね。やばそうだな。それはパンケーキテクニック。パンケーキ。そうか、それはそうか、そうなるのか。頭の上に2つ乗っけられないのかな。こっちは持っていけない。こっちを持っていくためにはこっちを一旦置くのかな、どっかにって思ったけど、置く、ああそういうことでいいの。それでいいんだ。ああ、あれ、何をやろうとしたんだっけ。おもろいな。これもう降りたらダメだ。降りたらダメだ。うん。これを押してきたくて。なるほどね。ゴール前。ここは入れない。そこにアッシュンバーを持ってかないといけない。持ってけるかこれ。押せはする。こっちを今度は、あれ？合ってる？これすごいね。トリッキーなんだけどさ、動かすって見るとすごく直感的なんですよ。ハンギングフルーツ。それはすごいね。こっち行くのは簡単？上に登ると降りられないのか、これ。このブロックは左に持っていけないから、左側は左側で処理しないといけない。これをやっちゃうとよ、取れないんじゃないの。右側のやつで持ってこれるのか。いや持ってこれないはずだな。左のブロックを、どうする？
何ならできる？あれを取るためにはここに足場が欲しい。ここに足場を置いたものは取れない。だから箱2つでやりたい。左側のあれを取るためには箱が2つ必要だから、あれを取り出す方法が知りたい。これを左に押すことができればいいんだけど、うん、なんだこれは、未知のテクニック必要なのかな。わからず。ん？この状態でこいつに対して私が左に持っていくアクションができないとダメだと思うんだよな。何？ん？いや、マジでわからん。マジでわからんというか、ひらめき待ちなんだけど、ひらめけない。これを左に持っていこうという発想が間違ってんのかな？これを左に持っていこうじゃなくて、これがここに乗っかってても取れる方法を考えようなのかな？下からは何もできない。知らない操作とかではないわ。セレクトメニューオプションっていうのは出てこない。あ、違う違う違う、これ先に開けとけばよかっただけやん。全然見失ってた。
全然そうじゃないよ。ゴールの設定を間違えてたよね。あそこじゃねえし。よくあるよくある。なんか、なんでそんなとこでつまんのみたいな。それはね、ゴールを向いてる方向が違うからなんですよね。完全にこの箱二つをどっかで出会わせようっていう方向性でしか頭が働いてなかったから、これをただどかすだけだったよねは、全然発想として出てこなかった。二つ持っていけないし、一つ落としたら終わり。一つずつ持っていけばいいのかな、じゃあ。二つ積んであるものをどかすには、普通に押してもダメ。まあ、こうじゃないって感じだよね。上の段に登るために、右側に階段を作らないといけない。そこで一個ずつ持っていく必要がある。これをバラす必要がある。が、はぁ？バラす必要があるが、あれ？なんでだ？これだとそうなって、これだとそうなるんだ。ほう。まあでも今までよりは理解できるね。今までよりはというか。さっきのハマり方よりは全然大丈夫。それ箱が増えれば難しくなるだろう。なんか戻ってきたいっていうのあんのかな。ここに3段持ってきたいわけでしょ。だから3個持ってくる必要があったから、3個って詰めるのかな。2を1に持っていけばいい。2を1に持っていく。できるか。で、ここまで来たら、崩して、1落として、2ずらして、うん。さっきの詰まりがなければ、だいぶいいゲームだね、このゲームは。ノットスタイヤケース。スライムくんが一旦止まることができる足場。スライムくんだけじゃない。他の物体にとっては足場になり得るし。上に1個持ってかんといかんけんね。うん。このパーツ、これ持ってけるんだっけ？これを持ってこうとしたら？ん？これなんだ？これ入れないんだ。これ入れないんだ。あ、そうなるからか。なるほど。これ横にも入れないのか。こうすると、こうすると、あー、そうなの。ここはしゃがめないから、左のパーツはもうそのままなんだ。ん？でもなんか、今の政治、左側があんまり活用されたかどうかよくわかんないね。この状態はニュートラルしかできない空間なんだね。それ以外のこういう動作ができない。
これをそうすると、これは持ち上げることができなくなる。このステージでやりたいのは、まずこれを持っていかないといけない。そして、下に落とすのか、こうなるか。これも落としたいのか、落とすべきではないのか。これは上に持ってきた、いや、ここで落としたいんだよね、多分ね。本当はここで落としたくて、そうするとあそこまでいける。そしたらこれを持ってくる。うん。なんだっけ、ロボットに心をっていうゲームが、似てないけど近いのかな。こういう途中の足場を使うっていうことをやってましたね、あのゲームも。あれ、すごい難しかったなぁ。これ何したいんだ。ここから右に持ってってもあんまり嬉しくないから。ゴール前を二つ積むことが目的なのか、ここは。これを、高さ2を作りたいから、こことここにあればよかったんじゃないのかな。じゃあ、入れない。ちょっと想定と違うね。こうしたまんま右側に入れないのは、ちょっとよくわかんない。まあ、なるからなるんだけど、なぜかと言われるとわからんな。ここに置いちゃうと、力は戻れる。ここ一回やるのか。なんで？通れない、ね。そこに置くべきではなかった。上に置いときたいような気はするんだけど、なんでできないんだろうね。一回上から回ってこれるよねを使うはべきなのか。これと、ここに置くっていうのが維持できないのがさっきの問題でしょ？ここに二つ置くってこともできないのか？そうか、そこはそうなんだ。なるほど。むずいね。セメントミキサー。あそこに来るために、ここに二つ。どうやって二つ目を落とすの？こうか。さっきの方がむずいね。あそこに行くために 1,2,3 ここに縦に積む。ゴールの逆算ができない。そこに置いたら
だんだん何できるのか分からなくなってきた。しゃがめればその場に置けるんだね。そっか、そこをここに置いたのは取れない。さて、あれ取れないよね。これ取れるのか。なんとなくできる。で、そこに2つ積む。上から落とすのが1つ。一番下の段に落としてもいいのかなっていうのは疑問。ああ、これが触れないか。それだったら一番下に落とす前に、ここに段が欲しいのかな？こうなるのかな？なるほど。チャプター3、ライジングパワー。おうわ。お。なるほど。差を維持できる。あーはん。上に乗ると落ちる。あれ？さっきそうだっけ？より高いところから落下してくると力を失うっていう感じなのかな？なるほど。なるほど。頭混乱してきた、今。登る分にはいいんだけど、降りてくる分にはダメらしい。高さ2のパーツに1のパーツで登らないといけないから、1、2っていう風に階段が欲しい。スライムが中に挟まっていようと力は入る。それ上がられると困るな。こっち側で持つと上がっちゃうのか、これ。困ったね。一回乗りに行かないといけないのかな。これはこう浮いてるところに、よくないね。そうか、そうなるか。なるほど。どこからだったらリセットできるかな。
そんな場所ないんじゃないかな。そう、そうやって降りた時に初めて解除されるのであれば、これを解除する方法は、この時に、この高さから落ちることなんだよな。いや、まあそうか。それはそうか。これありか。なるほど。なるほどね。理解可能。理解不可能。これを動かせるのか。こっち。隣接でも可能。これを上げたら取れないよ。この高さでないといけない。困りましたね、今の。落として。くっついちゃうのか。くっついちゃうのか。これ入ったことにならない。うん。この高さだから、単純にここに2個は置けばいいでいいのかな。だからあの、この浮遊を解除できれば、解除したらここに来ちゃった。浮遊モード解除したいよな。せっかく持ってきたのに。うん。ここまでは間違ってないので。まあ、左行くしかないのかな。こっから降りればこうなるけど、降りたところでだよね。いや、ここでこっちに行くのが正解はあるか？ないよな。どっちにせよこれをまた通るためにその高さに持ってくるわけだから。で、こうなって、解除しに行くしかなくて、解除しに行くんだけど、俺あの紫色だけをさ、左側に持ってきたいやなってまた思ってんのに、今。入れ替えができないかな。そこに下に紫があるのは良くない気はするんよ。するんだけど、どかしても登れないから辛いよねーがある。これを今解除するのはこうしかなく、しかし、
排除したところで結局あの紫色ごとまた持ち上がることになっちゃうのはいただけない。これなあ、どうしよう、ここがわからんね。このセッティングが嘘だよなって感じはするんだよな。この紫色ここにいたこと自体がもう間違えていた可能性があるんじゃないかなって思ってる。2つとも左側で無効化できればいい。これ上に持ち上がっちゃう。こっち降りちゃダメなんだ。どうやってゴール行くの？光がやっぱ必要だったんだ。だから右の紫色を戻す。入れ替える。こっち側で紫色を発動させ。やつ？いや違う。なるほど。ちょっと待って、ちょっと待てよ。あそこに一つ持っていきたいよ。やろう、さっきのステージが一番難しかったね。これを色付けたならこれを落とす必要はないのかもしんない。今やらないといけないことは、これをその高さで右に持ってきて一個取れるようにしたい。これもう一押し必要だった。また上から降りてくるときにここでこう、そうするとこれが登れて、このままこれを左にやると勝てそうな気はするが、このまま左にやるとが簡単じゃなさそうではある。意外となんとかなる。さっきのステージの難しさは何だったんだ。上に行って下に降りたくないから絶対浮遊石を置いとかないといけないが、あーそっか、落下するのかこれ。
上から降りてくると落下するんだ。なるほどね。なるほどね、じゃないんだよ。だから逆なんだよな。下から上に登らないといけないのか？もしくは、このブロックに直接乗らなければいいというのがあり得る。そのブロックの上に別のブロックが置いてあってさ、みたいなやつ？乗っけられるかどうか微妙だけど、乗っけられなくないか、この 8K は。上から落とす。いや、落とす。紫色を上から落とす。いや、ここも通れないか。下のあの足場があったらまだできてたのか。いろいろやってみる。これをそこに持ってきたいなぁと思ったら、持ってけないですね。頭の上にあるものを置いてくることができないから、上を通すのは無理っぽい。ここが必ず隣にいれば落下しないのかな。ああ、だからつまり、これがこうなってれば落下しても大丈夫だよね、という。そっちだ。まだ理解可能でしたね。めちゃめちゃ高いところに一個あるから。あれを取りに行くには ここに一個置かないといけないのかな。で、それをここゴールもどうすりゃいいんだ。なんだこれ。ゴールの方法がわからん。ゴールの方法がわからん。まあそうだよね。いや、わかってるけど。どうやってここに物を置くの？だ？どうやってここに物を置くのだ？この浮いちゃったやつをキャンセルする方法もないんだよな。一つ下の段に浮いていて、その上に玉を乗っけておく。あれ、玉を乗せた箱が
浮いている状態というのを作る。これが作りたいの。ああ、それをするとここで積み替え。一旦これ落とさないといけないんだけど、辛いな。これをだってこれはできないもんだ。できるんだ。できるんだ。できるんだけど、取れない。取れるんだけど、取れるんだけど、だから取れるんだったらこれ乗っけとけばいいのか。これはひらめかなかったやつだ。すごいね。この発想はないよってやつが出てきたね。そうか。そうだよな。落下してる途中に紫色があれば落下が止まるんだよねは。確かにその通りだよ。出すよ、絶対そんなステージ。落下。紫色のオーブの位置すげえ厄介だな。紫色のオーブの位置がさ、もう地面関係ないもんね。別のブロックで浮いてるところに途中から上から別のブロックを振らせるみたいなことができるようになるから。どこにでも置けるよねぐらいの感じになってくるよね、だんだん。右側から登って、あの高さを行って、あれをやってから、ここにまた高さを持ってきたい。ここに登るには下から1、2、3欲しいんだけど、ってことは一旦登ってから下に落とすができたらいいな。とりあえずやって動かすと、これを高い、もう2段上に上げるっていうのを2つ欲しいんだよね。2つ目作れなそうだけどな。これ弾を上に上げていたとしてもダメか。行けてここまで。行けてここまで。そこは横にいないといけないから。あの高さに2個欲しいんだよなっつってるんだよね。きついね。自分の力で伸ばすことができるのはここまでだから、3個目がここまでなんだよね、いけて。だから、なんか、ここ、ここ、ここみたいなのを置けないし、ここ、ここにすると、残りの1個でここの高さは届かないから、あ、でもここ、ここならいけんのかな？いけんのかな？ここで一個下だったら、一個ここでしょ？で、でもここに置くために下に置いたものを、が、弾じゃないといけないのかな？こうで、もう一個がこう、違う、こうだったらいけるんだね。でその後にあの二つを落下させて下で三段作れれば良さそう。あ、ここで落下しちゃうわ。うん、落下させたくなければもう一段上げるべきだったが。さあ、できるのか？できないな。今、この高さを維持できるブロックがあれば、いけるなと思うんだけど、ブロック二つ使ってんだよな、そもそも。もう一人をもう一
こう高くしたいか、もう片方をもっとさらに上に上げるべき、こことこ、いやでもそれはここが置けないか、ここに置くために残りの2つ使ってるんだから置けない。この玉がここにあったらっていうのは無理だよな。この高さにするために玉を使ってるんだから。あ、でもそれさっき言ってたやつじゃないか。玉が上に乗っかっているブロックだったら落下しても大丈夫っていう説が、これん、これが大丈夫な説がある。そうだよな、そりゃそうだよな、そりゃそうなんだよ。そしたら、下ろしてこないといけない。まあ下ろすのは簡単か。あんまり横着できしてはいけなかった感じがする。これ。OKOKOK。面白かった。Congratulations, you beat every level. あ、面白かったね。面白かったな。ずーっとなんか。ああでも難しかったのと難しくなかったののレベル差は気にはなったけど、ああでも全然満足感がある。特に難しかったステージはやっぱり紫色が出てきてからだよな。紫色が移動可能になったよねっていうステージが出てきてからすごくこのゲームの、いやー考えないといけない幅が増えたので面白かったです。幅は増えたんだけど、だけどやっぱりあのステージ自体が狭いのでかなりこう制限された中で試行錯誤ができるっていうところは面白かったですね。だからこれが高さ10段以上あってみたいなステージだと多分ものすごいバリエーションを考えないといけないのでもうしんどさが勝ってくるんだけど、そこのバランス感覚はとても良いなと思いました。さすが。いやこの人は結構もういろいろ作ってる人だよね。だよほらジオーディの人だもん。レムナントラブズの人だ。あもうこの人はもうベテランと言っても過言ではない。いい作品、とてもいい作品でしたね。アスライムズテスト4インテリジェンスでした。